こんにちはさあ今日はですね、単語帳つまんない、単語を覚えるのはつまんないと思うんですけど、単語帳で。どうやって僕が楽しく、楽しんでできるように工夫したかった話だね。僕がその最初に単語帳を使ってね、単語をすごい覚えようとしたのは高校3年生の大学受験の時だったんだけど、すんごい単語を覚えるのは苦痛でね、多分ね、10月、 速読英単語っていうのを使ってたんだけど10月でもね多分半分も覚えてなかったねあの単語帳のほんとね <laughs> 全然勉強しなかったんですけど <laughs> それまでだからうんなんか苦痛でねつまんないじゃんただ単語なんか眺めたりとかさいっぱい書く人もいると思うけど俺書くの好きじゃなかったからただ見眺めてただけだけどつまんないんだよねだそれをどうやったかっていうと 僕がその時思ったのは僕が好きなものと一緒にやればなんかその好きなものにある何ていうの俺はテレビの海外ドラマ見るの好きだから海外ドラマ見てる時ってすごい楽しい感情が湧き上がってるからその感情が単語帳をやりな見ながらその,あの海外ドラマ見たりすればその感情が何ていうの情動が映るっていうのかな 映って単語を覚えるのも好きなんじゃないのかなって思ったのよ、その時。別に何の根拠もなかったんだけど。で、僕はまあその当時から Hulu でビッグバンセオリーずっと聞いてたんで、あのビッグバンセオリーを見ながら単語帳を開いてやってたわけ。で、別に全然ね、単語に全然集中してないんだけど、ただビッグバンセオリー聞いて、まあ、 あんま画面を見てなかったね。聞きながら、まあ、単語を見て、たまに画面を見てみたいな感じで、単語帳を見てて、多分別に全然単語を覚える気なくて、ただ眺めてるだけっていうのをひたすらクりくすらくでもないよね。でそれでもなんか、覚え、繰り返してたら、前よりは単語を覚えるのが全然苦じゃなくて、結構続けられたんだよね。だから単語帳を覚えるかっていうのも前は、あーって感じだったけど、その、ドラマ見たいから、ドラマ見たくて、あ、単語帳、 ドラを見たいから単語帳でじゃ開くかなみたいな感じでなんか言い訳っちゃい言い訳なんだけどって感じでだできたんで,でそれをね寝る前にやってたんだよね寝る前ってなんか単語ランキングがいいっていう話をどっかで聞いてでまあ僕は今もねそういう話単語帳でまあそもそもね勉強するのが良くないって話もあるけどまあ別にどっちもやればいいかって思って別に単語帳使う覚え方とは別に本をいっぱい読んで単語覚えるか 覚え方は、まあ、どっちもやればいいやと思って、俺は今どっちもやってんだけど、まあ,とりあえずその単語ゴを使って、まあ、だから今別にビッグマンセオリー以外もやってるけどなんか面白い。自分が好きなのなんか聞いたり見たりしながら単語帳的な長めのをひたすら繰り返す。だそれ僕はだからそ,きそっち単単語語帳帳覚えるるで勉強することよりそっちをやりたくてやってるから全然なんか やるかっててなくじゃ俺はもう毎晩毎晩なんかやりたくてすごい続けられてるし結果的になんか単語もひたすらやっぱ繰り返せば記憶に残ってくるんでなんか覚えられてきちゃってだからまあ楽しく <laughs> できてるってことなんでまあなんか単語を覚えるの嫌いだったりねする人はそういうのも僕はそれで結構単語 なんか覚え方っていうのを工夫できたっていうか、楽しくできたんで、それは参考になればと思って。はい。<laughs> 動画作りましたけど。まあぜひ、何でもいいと思うんだよね。別に英語関係なくてもいいと思うし、最初的になんか英語で聞きたいなと思えば英語で聞けばいいと思うし、俺だって最初、ビッグバスより見てた時なんか吹き替えで見てたんで、最初海外ドラマ。で、吹き替えで聞きながら楽しんで、単語上で全然英語関係ないんでで聞いてる話を。それでもまあ、 その結局、好きでやってて、大量になんか、時間、単語帳のために時間を使って、結果的に繰り返すっていうところで単語を覚えられるから、別に、なんていうの、自分が好きなもんだったら何でもいいと思うんで、とりあえず、なんか、試してみたらどうでしょうかって話です <laughs>。まあ、そんな細かいことを気にせずに、なんか一緒に、楽し、好きなもんと一緒に嫌いなもんやれば、楽しくできんじゃないのかなってことですよ。うん。ってことで、 Sanara